平定義は平安時代末期の武将。伊賀国を本拠とする平氏不大の有力家人である。父は平氏の一の老党である平家庭。方言の乱、平時の乱に参戦し、平の清盛の華麗を務め、清盛の戦一伏進の者と言われた。任何2年5月、清盛が大城大臣を辞任して、着難の平の重盛が平氏の家徳を継ぐと、 兵士の中核的な家人集団も、清森から重森に引き継がれた。同じ有力家人の伊藤忠清が重盛森の着男、平これ森の父父であったのに対して、貞義は、次男、平助森の補佐役を任された。中世は、坂東八カ国の侍の別党として東国に、兵士の勢力を払拭する役割を担ったが、貞義は、筑前主、肥後守を歴任するなど、 九州方面での活動が顕著である。自称4年10月、兵士の追悼軍は、藤川の戦いで大敗し、戦乱は全国に拡大した。12月に、スケモリが大将軍として、大見工房に発行すると、貞吉も侍大将として突き従った。機内の反乱はひとまず鎮圧されたが、翌自称5年累る2月に、清森が死去した。後継者となったのは、 清盛の三男、平宗盛であり、重盛の小松家は一門の暴流に追いやられることになる。同じ頃、九州でも反乱が激化しており、日後の豪族、菊池隆直らは、太宰府を襲撃した。4月10日、宗盛の強い推挙で、原田種直が太宰県勝人に補いされ、4月14日には、菊池隆氏自家追悼戦時が下される。8月、 貞ダは反乱鎮圧のために一軍を率いて出発するが、早くも備中国で兵糧の欠乏に直面した。追悼は困難を極めたが、翌曜は2年4月にようやく、菊池隆史家を降伏させることに成功した。樹影2年6月、貞ダヨは千意置の軍勢を率いて帰還するが、7月には、基礎義仲軍の大攻勢という局面に遭遇する。 貞義はスケモリに付き従い軍勢を率いて、宇治田原に向かったが、この出動は、宗盛の命令ではなく、後白河法王の命令によるものだった。小松家が、兵士一門でありながら、院の直属軍という側面も有していたことが、伺える。宗盛は、都地の方針を決定するが、貞義は賛同せずとでの決戦を主張した。九州の情勢を実際に見ていたサダは、 最国での勢力回復が困難と認識していた、可能性もある。25日の夕方、スケモリ、サダヨシは京に戻り、蓮華ゲオに入った。一門はすでに都落ちした後で、小白川法王の保護を求めようとしたが連絡が取れず、翌26日の朝には、再開行きを余儀なくされる。平家物語一門宮古落ちの商談によれば、 貞ダは逃げ去った一門のありを嘆き、現地方に蹂躙されぬように、重森の墓を掘り起こして、遺骨を高野山へ送り、辺りの土を鴨川へ流して刑を退去したという。兵士は8月中旬に九州に上陸するが、文後国の臼木市、肥後国の菊池市は形成を官房して動かず、宇佐神宮との提携にも失敗するなど、現地の情勢は厳しいものだった。 特に、文語国は、陰近神、南馬寄助の治療国であり、後白河法王の命を受けた、小形恒良が、兵士追悼の準備をして待ち構えていた。恒良が重盛の家人だったことから助盛、定良氏が説得に赴くが、交渉は、失敗に終わる。兵士は10月に、九州の地を追われるが、定良氏は出家して、九州に泊まり、兵士本体から離脱した。 また、玉葉の樹栄3年2月19日上にスケモリと平貞義が文語国の住人によって拘束された風文が記されている。兵士滅亡後の原略2年6月、貞義は縁者の宇都宮は札名を頼って鎌倉方に投降する。友綱は、自らが兵士の家人として在京していた際、貞義の配慮で東国に戻ることができた恩義から、 源の頼朝に除名を嘆願した。この嘆願は認められ、貞義の身柄は友綱に預けられた。北関東に、那須塩原市の妙雲寺、芳賀郡益,益子町の安全寺、東茨城郡白里町の小松寺、そして南東北でも仙台市の定義如来など貞義と、重森の伝承を持つ寺院が多く残されているのは、貞義の遺書によるものである。ありがとうございます。